出てくるなことが何だいなから聞いてもこれは大変さ。まゆぽんさんはおはやばやからぽんさんさんってどうしどうしと購入来の母子母さんの神様は親子にござるその時には前には剣台を置きなされて上路でごんやらつかぼんや歌舞伎芝居は日本独自の地方一目に見える新聞紙を音の独自の音的的のその前で我々癒やし漫才が黒日町のご愛嬌で何の愛嬌にもならないがあられだったこらこれだけか枯れ木も山のにわやか一気に寸土したものか八か月にが寺ものか今日の本願寺が寺のうちならうちの勘寺でも寺のうちだよとあるさあいつもやって交際のおったことなれば晴れてに正面くらまずこけどっぽいではないけれど口から情報罪にざらありざらいとしゃべっておんのもあれも名古屋万歳が八月に入ったものやなと買いにボタンくっつられてしばらくのその間お荷物嵐のおたばこないとも移動からパーパーと煙の出るほど御召し上がられますように。厚みの横にも立ち横にお文字にこのまま最後が一生懸命に頼んだしはないかいな頼んだついでにお笑いなんにも決まりがない出てくるお笑いなんじゃいなこら聞いてもこりゃ大変さ色の観覧当時かどうかどの色つくというやつは全体一体神話のやつではないかいな親子の中を離されてどの輪にを結ばれて桶の中へと言われて若い姉さんたちに虫なんでゴシゴシゴシとこすられて皮の抜けた頃にはどうじゃいなまな板上にとのせられて包丁ダンスにかかれて誰の中へと掘り込まれ水に飯でめっちゃ言うてのはいとわんけれどもそのまたお芋がよう言うた頃にはどうじゃいなヒノキの足で物質をっと落ち下がれて茶碗の中へと入れられて口の中へと掘り込まれ口上面を下ろされて歯の上手に満たされて喉の感謝を通るときうまい味ないゴンジャーすぐだと紅茶と言われてそのまたお芋が3日半日お腹の中で投入するの明けの朝目が伊豆の背骨のだったふうてふうふうとお出ましなさるはほんまのことかを大変さだから